令和4年度秋季企画展は富田伊織作品展新世界透明標本を開催いたします。富田さんは狭山市出身の透明標本作家で、大学在学中に研究用の透明骨格標本に魅了され、独自に制作を始められました。その作品は生物標本でありながら、命をより身近に感じる造形作品としての魅力を併せ持ち、日本のみならず世界中で注目を集めています。まず富田さんにお聞きします。透明標本とはどういった標本なのでしょうか？透明標本は大きく分けて3つの特徴があります。まず一つに、硬い骨の成分ですね、こちらを赤紫に染めるということが一つ目、次に軟骨の成分ですね、こちらを青色に染めるというのが二つ目です。そして三つ目になんですけれども、生き物の肉の質感ですね、お肉の質感があるままで透明に、いろんな薬を使って透明に透かしているというような、この3つの特徴を使って作成するのが透明標本です。今回の展示の見どころについて教えてください。今回の展示は大きく分けて2つの大きな展示があります。1つは入り口入ってすぐのマイマイホールで展示をしているんですけれども、そこには透明標本とは何だろうという、ちょっと学術的な元々の技法ですね、こちらの紹介というものを主に展示しています。作り方ですとか、あとは生き物ごとの紹介などですね、をパネルなんかも見ながら、透明標本少し詳しくなろうというような展示を、しています。代わって2階にはアート的な作品の展示をしています。少し薄暗い部屋で作品をライトアップをしたりとか、あとは映像なんかもこういろいろと流しまして、少し体感を、透明標本を体感していただきたいなという思いから大きなこう展示をしているというものです。では最後に、企画展に来られるお客様へメッセージをお願いします。僕にとって透明標本というのは標本作品ではあるんですけれども、同時に生き物、自分の好きな生き物でもあります。その透明標本となった生き物たちを皆さんにいろんな角度で見ていただいて、最後にはやはり生き物って美しいんだなと思ってもらえたら嬉しいなと思います。標本でありながら鉱物や宝石のような美しさを持つ透明標本、そんな透明標本と富田さんの世界をこの芸術の秋に博物館でぜひご堪能ください。